内田裕太さん、はい、インタビューの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、初めてのライズ参戦になりましたね。はい、どうですか今の気持ちの方は。うん、特に何も変わらず、まあ、日本でやれることが僕からしたらすごく嬉しいことなので、みんなも応援してくれる人も日本にたくさんいるので、日本でやれるってだけでも、はい。ただ去年から続くコロナでだいぶ内田選手のこのスケジューリングもだいぶ変わってしまったんじゃないですか。だいぶ変わりましたね。ガラッと変わった感じはあります。あの内田さん選手といえばやっぱりね、オランダのピーターアーツの下で練習して逆上陸してくるような形が昔イメージとはしてあったんですけど、去年からどんな形になってるんですか。まあ、去年からなんですかね、まあ正直そのピーターから学んだことっていうのはだいぶ体に染みついて日本に帰ってきてたんで、まあ、今度はその日本はすごく僕は技術レベルは高いと思ってて、そういう意味ではオランダで培ったものを取り入れ体に染み込ましながら日本の技術を学ぶっていうことは、まあ、この1年間すごくプラスになったなっていうことは実感してますね。あ、じゃあそれを今日本で実践してるって感じなんですね。日本で、まあ、トレーニングで実践します。試合でまだ使ってないこととかもいろいろあって、まあ、楽しみにはしてますけどね。で去年はホーストカップで2試合されてますよね。はい、はい、やっぱりご自分でやっぱりこの2試合ってのはやっぱりちょっと少なかったかなって気はしますか。そうですね、少ないなと思いますけど、逆にその前がやりすぎだったんで、まあいいんじゃねって思ってます。本当はね、試合やれればもちろんいいんですけど、オランダでやってた時とかの試合の量が半端じゃなかったんで。具体的にオランダの時って一番忙しい時ってどんなインターバルで試合やってたんですか。1ヶ月に2回とかやってました。あら、本当に昭和のあれですね、キックブームの時の選手みたいですね。いやー、すごかったですね。なんかヘビー級なんで余計ダメージの蓄積とかもやっぱ感じるぐらいなんはあったんで。逆に今はじゃあ今のペースだったらあれですね、今回ノーダメージでリングに上がれそうですね。そうですね、特にその大きな怪我もなくやれてるんで。ライズってプロモーションはどんなイメージですか。ライズさんはまあ国内では最大手っていうのか分かんないですけど、国内でもかなりでかい団体なんで、僕としてはこの団体に上がれることはすごくチャレンジャーの気持ちを持って楽しみだなと思います。対戦相手の森選手に関してはどんな印象ですか。森選手は正直僕やっぱり日本の選手にすごく疎くて、日本に今は行ったとしてもあんまりわからないなっていうところがあって、どういう選手、どういう戦い方をするかっていうのも、まあ見てはいるものの、あんまり大きな印象は今は持ってないです。試合までに試合映像をじっくり見るとかってこともないですかね、これから。あ、見ますよ。見ますし、ただまあ、ブランクもあるって言ってる選手なんで、ちゃんとそこも踏まえて、まあ、ヘビーに上げてきてるって言ってるぐらいなんで、まあ、そこも踏まえて試合の戦略立てていこうとは思ってます、ね、今練習ってのはどんな感じでどこ中心でやってるような感じなんですか。それはごめんなさい、言っていいのか分かんないんで、ちょっとあまりこの公の場では言えないです。わかりました、はい、今度こっそり教えてください。今度こっそりでご飯行きましょう。じゃあですね、どんなことを重点的に練習されてます。まあスパーリングメインになってますね、今は。技術練習と。じゃあもうあれですね、もう すぐにもリング上がってもできるぐらいのこう出来上がり方はしてる感じですね、今。
あ、もう常にそういう状態を作れるようか、作れるようにもオランダの時から癖づいてるので、本当にオランダはもう実践練習しかほとんどしないので、まあ、日本でも同じようなことをしていきたいなと思ってたらちょうどいい環境があったので、今はもう本当にいつでもみたいな感じですね。今回の森戦を足がかりにこれからどうしたいっていうのは何かありますか、具体的に。まあ、ちょっとそのコロナの状況でいろいろと状況も変わってきたのかなって感じてる部分はあるんですけど、まあ、シンプルに自分はベルト取りに行こうっていう気持ちは変わってないので、まあ何戦するかは全然僕わからないんですけど、そこら辺はもうピーターと一緒に相談しながら、まあ、毎週テレビ電話してるぐらいなんですけど、いろいろ今後の試合の展開も話しながらで、まずはベルトを取りに行くスタイルで変わらずやっていこうと思ってます。今回の森戦に関してアーツさんは何か言ってますか？そうですね、まあ何か言ってたかな、言ってはいましたけどここでは言えないですじゃあ試合が終わってから教えてください。わかりましたわかりました。じゃあもうこれからはもうホーストカップとともに国内ではライズでもどん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 戦っていきたいって感じになりますかね。あ、ぜひ、はい、今回しっかりと勝って印象付けて、今後もライズの舞台でもやっていきたいですし、自分の故郷でもあるホーストカップでもやっていきたいなと思ってます。今回初めて内田選手を見るライズのファンの方々も多いと思うんですけども、はい、そういった方々にはどういったところを見てほしいと思いますか？まあ、ヘビー級っていうものがまず今の日本では珍しいのもあると思うんですけど、もう僕の場合はそのキックボクシングを始めたのはオランダで始めたので、まあ、ちょっとその皆さんが見てきたヘビー級と違うかなっていうのがあると思うんですよ。なので本当にオランダと日本の融合をしたスタイルをファンの人に見てもらえたらなとは思います。わ、うん、かりました。最近時々オランダの練習環境が恋しくなるとかそういったことはありますか？めっちゃあります。めちゃくちゃ恋しいです。もう時々飛んでいきたいぐらい。一応この試合が終われば合宿毎年あるんですけど、まあ、去年は中止になったんですけど今年はやろうとしてるので、そこの時には帰りたいなと思ってて、まあ、一刻も早くオランダの環境に戻りたいなっていうのはあります、ね、でそのオランダなんですけど、今キックの興行って日本以上に行われてなくて、練習もままならないジムもあるって話、噂を聞いたんですけど、実際のところどうなんですか？実際のところ8割のジムが潰れたっていうのは聞きました。8割のジムが潰れて、ロックダウンにもなってたんで、正直去年1年間コロナで自分が日本にいたっていうのも逆に正解で、オランダではジムはもう開けれなかったんで、でこそこそ練習しても罰金されたりするんですよ。その罰金大国って言われてるぐらいなんで、なので、まあ、ピーターに今こっち帰ってきても練習できないから、日本で練習できるならそっちでちょっとやっといた方がいいよって言われてたので、今はどうなんですかね、その政府が発表したので言うとこう緩和されてはいるらしいんですけど、まだ日本に比べれば良くない状況だっていうのを聞いてます。じゃあまだまだ興行再開の目処ってのは立ってないですかね？興行は無観客でやろうっていう動きになってるんですけど、まあ、正直僕のチームはオランダの試合に出ようとはしないので、基本的にブルガリアであったりドイツであったりフランスであったりとか、ヨーロッパのオランダ以外の諸国を回って試合をするチームだったので、オランダの興行についてはあまり僕わからないんですけど、まあグローリーとかは無観客でやったりとかしてるらしいですけどね。オランダ以外のヨーロッパの国々ってのは今キックボクシングの興行ってどんな感じっていうふうに聞いてるんですか？やっぱりヨーロッパでベースにされてるのがやっぱり UFC で、で UFC が無観客でやったりしてるので、まあ、そういったものをこう
ノウハウを学んで、今ではフランスとブルガリアでは大会を行われているっていうのは聞いてます。でもチャンスがあればヨーロッパのそういった大会にもトライしてみたいって気持ちはあるわけですね。そうですね、いつでもできるような状態ではいるので呼ばれれば駆けつけます。わかりました。じゃあ、最後にですね、改めてライズファン、そして内田ファンの方々にメッセージをお願いいたします。はい、オランダと日本のスタイルを融合した戦い方、皆さんじっくり見てください。応援よろしくお願いします。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。